そうか。ふん。6年。お前はとにかく判断が遅い。わしの言っていることがわかるか。話をしよう。出ておいで。君たちの絆を見て体が震えた。なんというみすぼらしい子供だ。生まれてきたこと自体はかわいそう。ご報告に参りました。青い彼岸花は見つかりませんでした。なんぞ貴様、わしのすることに何か不満でもあるのか。
らこちょうかなえと言います。あなたのお名前は？おいおい、なんだか面白いことになってるな。てな、そいつかい？機械戦隊どういうつもりだ？おいおい、なんだか面白いことになってるな。どうする？弱い弱いボロボロのみっともねえ人間の体で俺の首を切っ、戦いの場に身を置き続けるのは苦しいことだ。さまざまな矛盾や葛藤を抱えながら、戦いの場に身を置き続けるのは苦しいことだ。私が好きなものは不変、完璧な状態で永遠に変わらないこと。私が好きなものは不変。師範の指示に従っただけなので、お礼を言われる筋合いはないから。貧しい暮らしの中、師範の指示に従っただけなので、お礼を言われる筋合いはないから、さよなら。
呼吸に集中。表が出るまで何度でも投げ続けようと思ってたから。俺は嫌われてない。動けなくても根性で動け。妹を連れて逃げろ。どうしたの、ねずこちゃん。私のうちは5人兄弟だけど仲良しだから。どなたですか。隠しの方ですか。怪我人ですね。まだ騒いでるな、あの人は。相当な弾力がいる。このガキは効かない。どうしてだ。